しんでる？シャンリン、グオパー、やっと来たのか。牛使い野郎は今絶好調だぞ。やっとこの日が来た。グオパー兄貴、あらたきギラギラ虫相撲大修行を経た俺様の、いや俺様と赤目に一緒の実力を見せてやるぜ。それからどうやったら俺様が赤目に一緒と、そして水晶島バンバン旋風みたいな甲羅生物と意思疎通ができるのか教えてくれ。俺様が虫相撲界の有名な強者になった暁には、新たきあの虫相撲本陣で特大の威厳ある兄貴の彫像を建てるぞ。ルース、なんだと、これがクオパー兄貴自前の鬼カブトムシ。すごそうだぞ。普通の鬼カブトムシの甲羅ではなく、何か頑丈でしなやかな木材のようだ。まさか装甲を着ているのか。バーヤが新たきギラギラ虫相撲大修行の経緯を聞いて、グオパーが弟子を取るかもしれないことをとても面白がっていた。バーヤの友人にたまたま花壇の芸商花を手入れする園芸装置をたくさん作ってくれた人がいるんだ。その装置の名は、カノハハズキジンキ。カノハハズキジンキは、いろいろな動物に姿を変えて、その環境に自然に溶け込むことができるんだ。リス、蝶、山柄、もちろん、オニカブトムシもね。だから、師匠がグオパーに、カノハハズキジンキを一つくれて、装置がオニカブトムシに擬態して戦うことになったの。本当にただの園芸装置なのか？シャンリンの師匠はピンバーヤ、ピンバーヤの友達、あ、ピンバーヤの友達！装置がオニカブトムシに擬態できるわけがねえだろ。まさかグオパー兄貴は俺らの実力を試そうとわざと弱いやつを使って戦ったのか？やはり気をつけた方がいいよ、キヨ。俺はあのメカオニカブトムシから殺気を感じ取れない。あるいは深くて底が知れないみたいだ。装置は生きてねえから殺気を感じられないのは当然だ。確かにグオパー兄貴はすごく強いけどよ、強者にも自分に合った武器や仲間が必要だ。俺様と赤目に一緒のコンビは簡単にはいかないぜ。さあ戦いを始めるぞ。一つ一つの攻撃でグオパー兄貴に俺らの実力を証明してやる。ルール。に一緒で天地明道超土級強者のクオパー兄貴に勝ったぞ。次はもう待てねえぜ。クオパー兄貴が俺様の実力を認め、甲羅生物との意思疎通について教えてくれたらいいんだけどよ。ルールな、俺様に負けたのに、なんでグオパー兄貴は喜んでんだ？もしかして俺様の急激な成長に驚いてんのか？てれんじゃねえか。そう俺様を褒めるなって。グオパー兄貴、兄貴は手を抜いてくれたんだろう？あんな平凡な装置を使って。どうやらグオパーの準備運動が終わったようだ。次はカノハハズキジンキの最大限の力を発揮しよう。グオパー、この前決めた通り園芸装置の出力を1000分の1から100分の1に調整しよう。これ以上にするとイットさんのオニカブトムシが怪我しちゃうかもしれないからね。ルー、そんなこったろうと思ったぜ。
やはり予想の範疇を超えていたか。おい、待てよ。千分の一？一、十、百、千、千？ちょっと冗談はやめてくれよ。さっきので千分の一の力しか出してねえってのか？ルルル。グオパーが不思議に思ってるよ。鬼カブトムシを強くして水晶島バンバン旋風を倒すんじゃないのか。ましてや体格の差がはっきりしてるんだし、カノハハズキ人気は土鍋サイズの石を運ばなきゃいけないから、これくらいの力があって当然だよ。グオパーや私どころかイットさんよりも体の大きい水晶島バンバン旋風は言うまでもないでしょ。ありえねえ。さっきの倍強い相手ならまだしも、10倍勝つまでに何回負けるかとか、そんな話じゃなくなってくるぞ。先輩なんてもっとありえねえよ。一つの戦術がうまくいかなかったら考え方を変えるべきだ。オイラと旅人が旅をしてるときは柔軟に考えてるぞ。一つの方法だけ考えてたらいくら頑張っても解決しない。グアパー兄貴、わかったぞ。俺様は機関術を学ぶ。赤紅一緒に装甲を作ってやり、限界を突破させるんだ。それか赤紅一緒が操縦するもっと大きなメカオニカブトムシを作って、俺様が赤紅一緒を指揮し操縦させる。オニカブトムシがメカオニカブトムシを操縦？そんなこと本当にできんのかよ。しかもそれ虫相撲って言えるのか。カロハハズキ人気の実力を目の当たりにして気づいたんだ、オニカブトムシの力には限界があるってことを。忍ぶと玉将、そして特に空を駆ける白鉄チビスケ、みんなが教えてくれた。負けを認めるのは尺だが、自分から変わろうとしないほどバカじゃねえ。グオパー兄貴は俺様に新たな道を示してくれた。機関術でオニカブトムシを強化するという道を。これでどれだけ体格に差があろうとも、俺様のオニカブトムシはあの水晶島バンバン旋風に負けないはずだ。ルルル。うんふんふん、グオパーは全然わかっていないようだが、機関術みたいなのは師匠に頼んであの方に聞いてみないと。引き受けてくれるかどうか。兄貴、姉子、大恩人、ぜひ紹介してくれ。うん、親分、あんたもリーユエに留学したいのか。忍、もう来たのかよ。約束の時間だ。港に向かわないと最後のモラで買った代わりの船も無駄になってしまう。待て、こっちはまだ重要なことを相談しているところなんだ。全部聞いていたよ。親分が何かを学ぶと言い出したのは喜ばしいことだ。学び方なら参考書を一冊書いてやってもいい。残念だがリーユエに留学するには資金が必要だ。荒滝派が普段使う出費の数倍のな。留学の費用に当てはあるのか。大したことじゃねえだろ。稲妻に帰ったらしばらくはちゃんと働く。働いてもらおう稼ぐのは初めてじゃねえ。さっきああいうことを言った以上、もちろん覚悟はできてる。少し本気を出せばいくらでも稼げんだろ。それにお前や荒滝派のみんなをほったらかしにするわけじゃねえよ。勉強のために一人で遠くに行くなんてどんな親分だ。学ぶならみんなで一緒にだ。全員分の学費を集めて荒滝派で留学して強くなって、そうしたら俺らは天下無敵の荒滝派だ。親分。
いつからそんなセリフが言えるようになったんだ。いいじゃんか、牛使い野郎がそんな壮大なことを話すなんて珍しいぞ。有言実行しろよ。まあ具体的にどんな仕事をするのか、一日にどのくらい稼がなきゃならねえのか、ちゃんと計算してねえけど。そういうことなら俺がリーウェイに残ろう。料理人の姉さんについていき、機関術についてじっくり学ぶ。あとは今さっき新たきギラギラ虫相撲大修行が告知されたから、さらにたくさんの虫相撲の強者やオニカブトムシに役立つ食べ物を調査できる。もし騎王の右腕殿下と空を駆ける白鉄ちびすけ様がまだ虫相撲がやりたい、または練習したいなら、ここで遊んでやってもいい。おお、それはいい案だな、局長。んじゃ、いつも通りお前のじいさんに心配しないよう伝えておくぜ。次にお前らに会う時にはどんな驚きをくれるんだろうね。楽しみだ。先に言っとくけど、あの仙人が教えてくれるって保証は私もできないからね。縁人をできる限りやってみて、あとは縁に任せるしかない。そのお方がそれほどすごい技量を持っているのなら、どんなに傲慢でも構わない。大切なのは俺も騎王や新滝派のために誠意を示すことだから、どんな贈り物を渡せばこの鹿の葉葉月神器を作れるほどの高い技術に見合うのか、ちゃんと調査しないと。これ以上遅れると間に合わないよ、親分。へえ、仕方ねえ。旅人パイモン、エンイス先輩にシャンリンさんとグオパーさん、親分が開いたこの虫相撲大会に付き合ってくれて本当にありがとう。謝礼を受け取ってくれ。これからの旅に役立つといいんだが。わあ、本当にプレゼントを用意してくれたのか、優しいな。別れの時だ、ダチコ。空を駆ける白鉄ちびすけ、グオパー兄貴、料理人の姉御と第四人、すぐにまた会おうぜ。ラララララ。そう言うと思ってたぜ、牛使い野郎。志があるのはいいことだけどさ、焦っちゃダメだよな。やっぱり忍の意見をちゃんと聞いて、現状を考えて適度に休んだりしないと。もちろん次会うときはオニカブトムシが操縦する超大きいメカオニカブトムシが作れるといいな。